英文法問題解説第78回、問題見てください。 It's 何かが入りまして、 A long time since I started to teach at the school。 考えたら括弧の中何も入らなくてもちゃんと意味通じますよね。どんな意味かっていうと、私がこの学校で教え始めて以来長い時間が経っています。since が使われていますが、現在完了である必要は必ずしもありません。実はイギリス英語としてはこの形が正しい。アメリカ英語としては it has been になることもあるのですが、それはアメリカ人が英語のことをよく知らないからだってイギリス人は言うんですけどね。まあそれはさておき、さてそこに入る単語は何でしょう。はい、答えは3番の quite ですね。 It's quite a long time since I started to teach at the school。 私がこの学校で教え始めてからとても長い時間が経ちました。出題者はですね、おそらく選択肢の3と4で迷わせようとしているんでしょうね。でもさっと思い浮かべなければいけないことがありまして、 quite a long time イコール so long a time というふうに書き換えが可能なんですよ。だから3か4か迷ったら、これってクワイトだったらあの前で、そうだったらかなり順序をひっくり返ると考えて正解3。ただしですね、参考書なんかに載っているのはサッチとソーの書き換えですね。今の場合だったらサッチはロングタイムに対してソーロングはタイムというふうに普段勉強しているはずです。そこでサッチではなくてクワイトを出してちょっと難しくしてありました。さて、辞書ジーニアス英和辞典でサッチとクワイトについて確認しました。だから皆さんが知っているはずのサッチから形容詞の2番の A のところに載ってましたが、 He's such a wonderful guy、 とてもいいやつです。 There was such a lot of ants、 ものすごくたくさんのアリがいた。サッチアなんとかっていう風に覚えておきなさいって言うんですが、サッチアロットオブ、なんか騙されたような気もするのですが、サッチアロットオブアンツ、そうなんですよね。でもう一つ、 He's not such a lazy worker、 トムはそんな怠惰な作業員ではない。はい。で、使い方がとてもよく似ている quite に対しても、クワイトね、副詞ということになってますよね。サッチは形容詞だったのに。そうか、ちょっとこれは意外ですよね。今更ながらびっくりしておりますが、まあ品詞が違うんですが使い方はとても似てます。で、クワイトの次に来る語に強制を置いて非常にとても、不定冠詞つまりアとかアンを伴う場合、クワイトはその前に置くのが普通。そう、ということで、 He's such an unusual man、 彼はとても変わった男だ。 They gave us such a good dinner、 彼らは私に随分結構なご馳走を出してくれた。 It's such an interesting suggestion、 それはかなり面白い提案です。今辞書で確認すると、サッチは形容詞でクワイトは副詞なんですけれども、英語の語順としてはとても似通っておりますっていうのと、サッチの方でサッチアロットブなんたらという、なんか他と違うんじゃないのっていうふうに感じてしまう表現もあるというのが辞書で調べた結果でした。はい、解説のまとめです。It is quite a long time since I started teach at the school. 私がこの学校で教え始めてからとても長い時間が経ちました。辞書ジーニアス英和辞典で so についても確認しました。先ほどちょっと語順について言いましたけどね。so プラス形容詞プラス are プラス名詞。I didn't realize that he was so big a fool. 彼がそんな大バカだとは私は知らなかった。この So big a fool というのは固い表現で、普通の表現で言いますと I didn't realize that he was such a big fool というのが普通の表現というふうに辞書にしつこく書いてありました。でも入試によく出るのは So big a fool の方ですね。ということで今回の動画おしまい。
あ、違いました。すいません。まだおまけの説明がありました。本文に出てきたね、at という前置詞とても気になるんですね。辞書ジーニア英和辞典で調べてみますと、at というのは所属を表して学校、会社などの所属で、所属の、所属の意味にも at を使うんです。皆さん、のって言われると、of だと勘違いしてませんか？のも at で表せる。He is a student at London University. 彼はロンドン大学の学生である。He studies at London University. 彼はロンドン大学で勉強しているの名詞表現。He is a student of mathematics at London University. 彼はロンドン大学の数学専攻の学生である。student of とくっつく場合、専攻分野、担当科目を述べることになる。これ、定作文の時に知らないと、へんてこな英語を書いてしまうんです。この at と of の使い分けについて、この例文1個でいいので、ぜひ覚えてください。実は、その at と of を両方使った文で、ちょっと難しい文があるんです。ところで、He is a teacher of English at the school において、前置詞 of は担当科目を表し、前置詞 at は所属を表すので、彼はこの学校の英語担当の教師であるという意味になるのですが、この英文ね、ちょっと変な内容です。この英文が表す内容は少し変なんです。お分かりですか？で、ヒントを書きました。正しい英文、まあ、一般的な英文は、He is a teacher of English at the school. A teacher of English というのは、one of the teachers of English の意味ですよね。で、He is the teacher of English at the school としますと、彼はこの学校のたった一人の唯一の英語の教師であるということになるんです。その学校の規模にもよりますが、英語の先生が一人しかいない。どんな学校なのかな？普通の時使ったら変ですよっていう風な注意がある参考書にわざわざ載っておりました。そのことを思い出して書いてみました。いかがでしたでしょう？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録をよろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら、さよなら。